いきましょう。はい。はい。よいしょ。証明できますで、シーフのパターンあるんだな。最後の日になって、あ、それ言いたかったんやってなった。言いたかった。まあ、怪我の功名よね、止められたっていうのが、そうそうそう、履歴で残ったおかげで、うん、クラマツリだからね。そうそうそう。ちなみに、クラマくんの夜ご飯は何だったの？確かに。クリームソースご飯。クリームソースご飯？怖い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 。うちは本当はグラタン作ろうと思ってて、うん、そしてチーズなかったのよ。ああ、なるほどね。クリームソースご飯だっけ、クリームソースご飯になりそう。クリームソースご飯。ホワイトソースというか、ベシャメルソースというか。ちょっとホワイトソースご飯。ホワイトソースご飯。生クリームみたいなの乗っけたのかと思った。甘っ。のんちゃんが速攻で美味しそうって言ったのがマチカは不思議で仕方ない。え、嘘、クリームソースってなんか美味しそうじゃない？ひめきだけで決めてるかも。分かってなくて言ってクリームソース単体は美味しいのよ。ほんでご飯に乗っけてもったらそれはドリアじゃん。そうやん、確かに。そうそう、なんかね、でもドリアもチーズ乗ってるじゃん。そうやね、ドリアでもないんだよね。焼いてないしね。うん、そうそう、うん、オーブン入れてないもんね。いや、もうチーズなかった時点で終わってた。うん、買いに行けよそれ。買いに行けよ。すみません。救命ダイス用意しとこう。ちょっと。おはよう。おはよう。いける。ハイムさんち。おお、すごい。当ててる。当ててる。そう。あ、あら。あ、なるほど。惜しい人を亡くしたね。やば。うわ、やばい。惜しい人を亡くしてしまった。あ、でもでもでも赤にならいいね。うん、あ、確かに。あれ。はい、アメネコがハイブリさん家に行ったことを当ててるんですけど、当ててる、うん、もう一人ハイブリさん家に行った人を知っているんですよ、うん、ねえマチカちゃんね。はい、そうです、マチカです。僕ルックアウトでこの二人がこのキルに関わっていないことを証明できます。あ、ちなみにブリちゃん、あ、ちなみにブリちゃん緑役職なんでほっといていいです。はい、はい、あー、なるほど。ナツピョン、ナツ、いい、あ、ごめん、言う言う、ナツピョン言う。ナツピョンポリスで昨日影丸を止めてます。おう、うん、うんうんうん、まあ、実際はポリス、うん、どこ行った？まあ、じゃあのんちゃんの家飛びに行ったと思ってたんでしたけど、止まってないですか？でしたけど止まってないです。止まってないです。アメリカ緑の何で見えてる？俺のこと。あ、それはちょっと、あと緑ネズミになると思うわ、多分。以上です。うん、ブリちゃん緑ネズミになります。なりますってどういうこと？ね、すごい声聞きやすい。だからハイブリさんが緑ネズミ。緑ネズミになるハイブリは。そう。いや、違うよ。あれ？あのストレートに言って。あ、先生、シーフなんですよ、ブリちゃん。シーフ。はい、うん、違うよ。あ、違うの。え、ほなネズミ他におらなおかしなら、うん、はい、僕です。おお、あの、一応村のために貢献したいと思っているけど青陣営です。ただシーフじゃないです。なるほど。ネズミ継承させるつもりだったのに、あの、俺してんバカが透けてるからもうよかったんだけど、ネコメギですか？実際はシーフで見えてんだよね。あ、僕はシーフで見てます。オッケーオッケー。ニコムギ、マサエちゃんをインベスティゲーターで見ていて、緑トラッパー赤ポリスで見えてるんで、赤ポリかなーって見えてます。おお。でもマサエポリスです。それは合ってる。え、マチカちゃんって、ごめん、挟んでごめんね。マチカちゃんってなんだっけ？何もまだ言ってないよ。マチカハイブリは何も言ってないですよね。うんうん、まあ、ハイブリさんは言ったけど。あ、ハイブリさんは言ってたけど。あ、言ったね、ごめん、うん、まあまあ、あ、言ったっけ？
うん、あ、言った言った言ったね。ごめんごめん。青だと。アイブリーさんって動ける青なんだよね。うん、動ける青。結局アメネコさんがじゃあシンなんだっけ？あ、違う。僕はシンじゃない可能性があります。クラマくんがネズミ使用したから。うん、ごめんね。クラマくんがシンネズミ確定してる。アメネコがバカネズミが確定してます。2キロ起きていて。ハイブリーさんがシーフ以外の青か。そう。あ、オッケーオッケーオッケー。うん、で、スナパイさんがおそらくシン、ルック、うん、ここまでが俺視点ではほぼ確定してます。うんでだから夏ピョンクラマ満載猫麦の中にニキル通した赤がおる、もしくはあ違う、僕のは新ネズミが確定にしてる。ブリータイム目線はね、ブリータイム目線はクラマくんが、あーなるほど、うん、そう、アイブさんがシーフだったらアベネコシンでも別におかしないから、うん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 、その時はクラマくんの赤ネズミが存在するけどって感じ。あ、じゃあちょっとジョコダさ、俺ゴーストなんよ。で緑出されたりとかすると釣られなくなるから嫌やから否定してる。オッケー、はいはい、ごめんね。ああ、なるほど。だからクラマ君シーン。僕シーン見えてたから、うん、共闘できると思っちゃった。ほな、クラマ君シーンになるから、マンサヤ猫麦ナツピョンにニヤカで、うん、で、猫麦がマンサヤに赤ポリって言うてるから、ここが赤赤っぽくないってなると、ナツピョンが赤の子かなとは感じている。ああ、なるほど、うん。そしたら、猫麦、猫麦のマンサヤに、赤1、ナツピョンに赤1で、クラ、ん？ハイブリア青だとしたら後の残りの青って誰になりますか？指定ほしい。夏ピョンでいいの？いやいや、マンサヤ行く。オッケー。間に合わんかも。無理やな。あにゃ、おやすみなさい。置けるか頼むぞ、置けてくれ、死ぬなよ。おお、わあ、置く、おお、うん、ああそうだよね、そうだよね、そうなるよね、強い、はいはい。のんちゃんの結果は、あのんちゃんの結果はインベスティゲーターで合ってます。緑、ありがとう、緑です。あ、じゃあなのでもう俺今日マンサヤ様のとこ置き直したから、おお、釣ってくれ。ハイブリさんは本当にゴーストです。ハイブリさん釣りで良さそう。そうだからハイブリさんって今日釣られなかったら 100% 負ける人だから。そう、うん、で昨日俺初日スナパイさんとこ置いちゃってて、スナパイさんがめちゃくちゃ緑っぽかったから、これはこのターンは嫌って思ってたから、ああいう主張しました。うん、うん、置いてると思う。正直ハイブリさんが多分だけど俺の家に置きっぱなしにしたら、うん、俺って殺されるヒット位置やったと思ってて、うん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 、置き換えざるを得なかった状況にあると思うから、多分置き換えたはマジやと思ってんだよ、うん、でもその置き換えた場所で、ねマンサヤちゃんかのんちゃんだと思ってて、そうだね、クラマくんにも置いてないとは思うから、うん、でものんちゃんに置いてる可能性は全然あると思ってるんで、一応マンサヤ様に置いた理由としては、昨日スナパイさんの指定が入ってて釣れなかった人なので絶対に噛まれない位置だから、もちろんのんちゃんとかなつぴょんも候補ではあるけど、それでも一番のヒットはマンサヤ様だと思ってる。なんだったら、なるほどね、なるほどね。俺視点はまだマチカちゃんの青が分かってなかった状態だから、マンサヤ様が青の可能性もあって、はいはいはい、インポスター的に残した位置でもある可能性があるから。あーなるほど、うん、しゃあない、入れてやろうか。まあハイブリさんがハイブリさん次第。そうだよな、そうだよ、うん、まあ本当はクラマ君のとこに置いてるんだけどね。トイチやからクラマくんじゃないよ。おきみやげ悪い男、悪い男。おきみやげがすごいや。なんでここで殺されたん。絶対スナパイクラマのどっか殺されると思ったんに。悪い男だから。ああミニコさんに置いたのに。あのね、例外チャットでは間違えたってなってるから。あ、そうなの。そうなの。
いやなんかナスピョンがマチカハイブリ青だからそれ以外倒そうって言って、うん、最後マンサイがマチカちゃん行っていいって書いて終わってるんですよ昨日で間違えちゃったっていう流れだった遺言のようにねそう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 まあ、もうでもやっぱ全部透けてたな。マンサヤ様すごいけなげにいろんなテキストを書いてるけど今から動けないんだ、うん、そうなんだよ、うん、ちゃんと置いといたからちゃんと置いてあるなんかでも少しでもなんかみんなを動揺させたやんドッキリさせたやん、うん、いやわかるよわかる分かる悪い大人だなって思ったいたずら心があふれてるって多い大人になりたい、うんまあ、ネズミになりますとか言う人だからシーフにだと思っちゃったマジでいやあの寝そうだよな絶対釣られなくなったやべえと思ったごめんごめん僕のネズミを取ってもらおうと思ってたんだけどシーフだったらそうしてたあすごいアイコンタクトあら終わらせよっか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 めっちゃインポスター引きますね確かに今日1回以外ずっとインポスターかもしれない本当だすごいブヒ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 おお、ナイスバイス。ナイス。いやー、ルックアウト刺さった。刺さったな。ねえ、ルックアウトめっちゃ刺さりましたね。やられた。まあでもそれよりもボンバー襲撃してくれたの助かったな。いやー、びっくりした。死んで。いや、青じゃないとこ行こうって思って頭の中で考えてたんだけど、なんかクラマくんが私の中で青になってて。